シーカーなく。巨人は接戦を落とした。連勝が4で止まり、11日に浮上したばかりのシーの座から陥落した。客観的に見てシーにいる力はないな。他も弱いからなんとかなってる。阿部の采配面白いマジで。落合やオリックスの監督みたいに年間スパンで考えて割り切って捨て形してるよ。ビジターだからやりやすいよな。岡本がもしメジャー行ったらどうなるのこのチーム。まあこんなもんでしょ。1点では勝てないな。勝ちパ使えないから負けるのはしゃあないけど、打撃面があまりにも情けなさすぎる。まあ中継ぎ陣も休養必要だし、今日はしゃあない。しかしほんと3立てできないチームだな。結局3試合で1試合平均2点追加。ほんとよく2位にいられると思えるほど打線が厳しいわ。バルは休みでよかったわ。誇示要素は岡本が目覚めたことか。シーカンなくするの早すぎて草。セリーグは6球団どんぐりの背比べだから一喜一憂しなさんな。僅差勝利ばっかりだと中継ぎ酷使になるから、連勝するには大量点取らなきゃ無理だなって。この時期の1位2位にあんのか。首位でも最下位と 3.5 差。サンタナは仕方ないな。高橋がかわいそうやな。ほんまヤクルト強すぎや。これすぐ A クラスくるやろ。